皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はまた毎月恒例になりますけれども、2023年4月日本の地震の時期ちょっと予測してみようかなと思っています。まあ3月も予測してみたんですけれども、まあ3枚引きで下旬というのが荒れてて、なんか夜中になんかその東北とあたりで地震があったようです。ちょっとびっくりしましたけど、なのでちょっと今回も4月も同じようなスタイルでやってみようかなと思っています。まずは22枚で占ってみて、また4月の上旬、中旬、下旬でちょっとどうなるかっていうのをちょっと見てみようかなと思っています。あ、ごめんなさいね。じゃあ早速時期の予測です。まずは2023年4月日本ですね、で上旬、中旬、下旬と3枚で見ていきたいと思います。まあカードの意味とかもあるんですけど、まあネガティブなものがあったらちょっと注意した方がいいなって思っていただいた方がいいこと思いますし、まああくまでね注意喚起ということで、もういいカードが出たとしてもね、やっぱり日本はね地震起こりますからね、地震大国ですからね、だからそのためにはちょっと注意喚起ということで日々意識はしといた方がいいと思います。だから逆に塔が荒れたら、タワーが荒れたらちょっと危ないと思っておいた方がいいかなと思いますね。じゃあまずは日本の4月で、あとその後に方角を見ていきたいと思っています。では、2023年4月日本、地震が起こる確率はどんな感じかっていうので見ていきますね。はい、では見ていきたいと思います。ちょっときついカード割れてないんですけれども、まあ節制の、聖地ですね。であとは恋人の聖地が出てます。ただ中旬はちょっとね意識しといた方がいいと思う。これはねマジさんのね逆位置が出てるんですよね。だから10日からだいたい20日、4月30日まであるから、10日から20日の間がちょっと注意した方がいいかなっていうのは、このカードでは出ていますね。だから、下旬と上旬は今のところ大丈夫な感じがする。まあ、上旬はね、現状維持ができているっていうのもありますからね。こんな感じかな。だから4月の10日から20日ぐらいの間、そのあたりはちょっと意識しといた方がいいと言われて、まあ他もまあ一応ねいつも身に注意は安全ということで安全対策はしといた方がいいと思いますよ。だから一応この真ん中の中旬を意識しといてください。こんな感じでいきましょうね。じゃあ次にいつもの先週もやりましたけど、先月もやりましたけども、方角を見ていきます。まあ、前はちょっと22枚で見たんですけど、22枚だったらね、ちょっとね、結構、そう、カードが限られてるし、塔が出る確率もね、結構高いんで、今回ちょっとね、フルデッキなんだけど、コートカード抜いたフルデッキで、方角を見てみたいと思います。
なんかよく聞かれるんですけれども、一応日本ってちょっと変わった形してるから、真ん中ってどこかをね、特定するのは難しいんです。まあだいたい調べて、滋賀県が真ん中らしいので、滋賀県を中心とした方角で見ていきます。なので、なんか北海道とかは北北東になります。北北東になります。だから東北だったら、東北東になりますね。まあそんな感じで滋賀県を中心としたもの。だから北の場合は北陸と思った方がいいと思う。じゃこれも一応いろいろスートとかでもあるから、ちょっとカードの出方、まあネガティブな感じだったらちょっと危ないと思った方がいいかなとは思います。では、4月ね、4月、日本で、地震が発生しやすい確率のある方角を見ていきます。滋賀県から。滋賀県を中心とした方角を見ていきますね。はい、では見ていきますね。新カードがスターの逆位置か。なんか思った意外なところで出るような感じがするっていう意味かな。じゃあちょっとね見ていきますね。まあきついカードっていうのはねそんなにバレてないんだけど、やっぱりね一番気になるのが、いつもこの西北西がいつも出ますよね。まあだから島根のあたりかな、島根とかそういうところとかがちょっとフールの逆位置が出てますからね。であと西です、九州の博多のとかそういう九州の上のあたりだね。九州の上のあたりがちょっと気をつけた方がいいっていうのが出てるのと、あとなんか北陸のあたりだね。北陸のあたりで、あと北海道のあたりはね、なんかね、ここも気をつけた方がいいんだけど、これはね騒動の鉢が出てるからね、なんか身動きが動けなくなるような意味のカードだから、なんかそういうことに なってしまうかのしまわないようにね、ちょっと対策をした方がいいのかなっては出てるかな。で、あとはねこれソードの5と6とコインの6とだから、やっぱり静岡のあたりから、東海のあたりから、だからなんか南若い近畿だね、近畿の南の南海トラフのあたりはやっぱり意識しといた方がいいかな。一番強力なカードはやっぱりこのカードだから、ちょっとね、島根とかのあたりの北の方はちょっと注意した方がいいかなとは思いますね。だからあとは、だから和歌山、その近畿地方の南ですよね。滋賀から見て南だから、近畿からその静岡の方にかけた海沿いだね、そのあたりやっぱり南海トラフとかもありますから、そのあたりもねちょっと気をつけた方が意識はしといた方がいいかなって出てます。だからちょっとスターのね逆位置が出てるからね、ちょっと
思った意外なところになんか起こるんではないのかみたいな新カードが出てるんですよね。だからそういうのも注意した方がいいかなとは思っています。まあちょっとまだちょっとマシには、3月よりはまだね、マシかとは思うんで、ご参考までにな思っていただけたらと思いますんで、まあ3枚引きで見たときはそんなにね、きついカードも出てなかったから、まあただでも注意喚起としてご参考までにお願いいたします。今日はこんな感じで、2023年の4月の日本の地震の予測についてタロットで占ってみましたので、あくまでご参考までにお願いいたします。北村でした。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。